さあ続きましてなんですけれどもね、プログラム上では、バンサーになっていますが、ちょっとプログラム入れ替わりまして、バンサーの次のぬまっちさんということで、ぬまっちさんとバンさんが入れ替わりますね。バンさん待ってました、いらっしゃいました。はい、もうねえ、すごい本当に皆さん転換がとってもスムーズなのでね、時間がとっても巻いていますのでね、はい、バンさんが遅刻というわけではありませんでした。はい、大丈夫ですということでね、ぬまっちさんは急遽演奏していただくことになりまして、はい、このぬまっちさんなんですけれどもね、デザイナーさんをやってらっしゃって、トライク のステッカーですね、あれをデザインされたのはぬまっちさんなんですよね。はい、さあではぬまっちさん、よろしくお願いします。はじめまして、ぬまっちですちょっと用意してなかったもんで、ちょっとバタバタしてすいません。トライクさん、会場10周年、おめでとうございます。私は5年前5周年の時にから初めて来させていただいて、まだまだ新参者ですけども、これからも、応援してますのでよろしくお願いします。まあちょっと応援の意味を込めて、小袋のエールという曲を。どんなに小さなつぼみでも凍える冬を越えれば、ほら春が来るたびに鮮やかな花が咲くのだから、あなたが今日まで歩いてたこの道、間違いはないから、春には大きい綺麗に見るけど、今君は顔で歌ってるんだ、深まる道を行くんだ、誇り高き勇者のよう、風立ちぬその道のどこかへ君を探してるんだ、手から君を待ってるんだ、思い描く君は角で見た。
ってるんだ。あなたなる道を行くんだ。誇り高き勇者のよう風立ちぬその道のどこかで君探してるんだ。誰かが君を待ってるんだ。思い描く夢の模様いつの日にかその目に映して、君の角で歌ってるんだ。遥かなる道を行くんだ。誇り高く勇者のよう風立ちぬその道のどこかで君を探しているんだ。誰か君を待ってるんだ。思い描く夢の思いいつの日にかその目にその目にその目に。ちょっと焦ってもらってまだなんか心臓がドキドキしてるんですけど、すいません。はい、今日はもうちょっとおめでたいということで、まあ、応援のメッセージも込めて2曲目も、ゆずの、栄光の駆け足で終わりたいと思います。Yeah.
時も思い出せばこうしてたくさんの支えの中で歩いてきた悲しみや苦しみの先にそれぞれの光がある。いただきまして1曲目はエールでしたね。小袋のエール。そして2曲目今歌っていただきましたのが栄光の架け橋ということでした。ありがとうございました。